レッ茶色や緑から赤や黄色に変化していく畑これはオランダのチューリップ畑で花が見ごろを迎える様子を人工衛星が捉えた一連の画像です4月5日から20日にかけて一帯が鮮やかに彩られていきますしかし今年は異変が 写真中央にあるのは世界最大のフラワーパークキュウケンホフ公園ただ今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で6月1日までの閉園が決まっていて公園内で満開のチューリップを楽しむことはできませんこうした中キュウケンホフ公園からほど近いこちらの家族経営の農園は同じく閉園中ですが 巨大なハートの模様と共に See you next year! 来年会いましょうの文字がチューリップを見に来られなかった人たちへのメッセージをフラワーアートで表現しましたこちらの農家はツイッターでこれで皆さんの一日が少しでも明るくなることを願っています来年お会いしましょうとコメントしています オランダでの新型コロナウイルスの感染者数は26日時点で3万7845人、死者は4475人に上っています。